毎度メタボです。今日は、私が食べた中で、暫定ランキング1位のエビをご紹介したいと思うんですけど、そのエビは生エビじゃなくて冷凍エビなんです。実はね、生エビやったら例えば、静岡県の大井川の、取れたての桜エビとか食べたことある。死ぬほどうまい。あと富山にも白エビっていうのがあって、それも生食ったらびっくりするほどうまいんですが、どちらも鮮度が命なので、なかなかね普通食べるのが困難です。そこでね、やっぱいつでも食べれる手軽さというのを入れて総合的に1位にさせてもうたんですけれども、それでもね、今までのエビの常識が覆るぐらい、ブリブリもちもちした食感っていうのかな、魅力を伝えていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたらと思います。で、摂津市にその工場あるんですけれども、摂津市といったらね、取り替えの新幹線の車庫です。で、今、見ていただいている、ファミマコンビニは、隠れた有名なんかな、私の新幹線を見るスポットで、この辺通ると必ずこのコンビニで、なんか飲みながら、この今から仕事に出かける新幹線を眺めます。結構ね、このスピードで、見れるとこって少ないと思うのでおすすめです。ほんでもう一箇所っていうか、はよエビ紹介せいやと思ってる人ごめんなさい。もう一箇所ね、これもね、僕日本で3本指ぐらい入るんちゃうかな、新幹線のビューポイントがこの鳥海にあるんですけれども、それはちょうど左に見えてる鳥海基地の、反対側、ここです。このね、金網がちょっと高いとこ、ここにね、新幹線の横の歩道が、あるんですが、ここ、むちゃくちゃ新幹線見るビューポイントです。これ目の前で200キロオーバーで走っていくんですけど、これ4歳ぐらいの時娘連れてってから、しばらく新幹線が怖くなったけど、あんまりね、ちっちゃい子連れていくと逆効果になることもあるので、お父さんお母さん連れていく時はお気をつけくださいね。細かな場所は書かんとくので、この画像から判断して行ってみてください。さあ、それではお待たせしました。私の大好きなエビを加工している会社ご紹介したいと思います。大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。その会社の名前はパプアニューギニア海産。それでは早速工場長の武藤北斗さんにお話を伺ってみたいと思います。こんにちは、ご無沙汰してます。久しぶりです。パプアニューギニア海産の工場長、工場長ですね、失礼しましたの武藤北斗さんに、パプアニューギニア海産とは何ぞやということと、はい、主力製品のエビ、そして、太陽ココっていう直営店、うん、あとそのエビの販売とか、はい、あとそういうことを通じて、はい、どういったことをしているのかっていうことと、この会社は、フリースケジュールという、仕組み、働き方、うん、まあ今よく言われてる働き方改革の、そう言っちゃうとまたなんかあれになるんですけど、その仕組みをもう実施して7年8年ぐらい、うん、最初は働く時間とか、今は作業とかいろいろ増えていってるんですよね、うんうん、そうです、進化していってる。そうです、ね、働き方改革についてとかちょっといろいろ聞いてみたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。じゃあ最初にパプアニューギニア海産について、はい、パプアニューギニア海産については一応30年ぐらい前からやってる会社なんですけども、私の父が創業者で、もともと父がその海外青年協力隊とか、あとジャイカに所属してたんですけど、その時に、向こうの政府からパプアニューギニアで取れるエビを日本で販売してほしいっていうところから始まった会社なんですね。だから前はそのパプアニューギニアで取れた天然エビを市場に売るっていうのがうちの会社のスタイルだったんですけど、途中からオーガニックショップに販売したりとか、スーパーに販売したりとかっていう風にちょっとずつ変わってきて、で今は基本的にはその原料のエビを
むきエビとかエビフライとかにして、でそれをこうスーパーとかに販売するっていう形態になっています。で一番の特徴はまずその天然エビがものすごく美味しいんです。とにかくまず美味しい、鮮度がいい。でなんでかっていうと、ちょっと写真がそこにあるんですけど、これね、これがエビ船、エビの船なんですけど、この船で取って、でこの船でもう冷凍しちゃいます。でこの底の部分が冷凍室になってて、まあ1回漁に出ると1ヶ月ぐらい帰ってこないんですけど、取ってもうそのまますぐ冷凍するって戦闘品っていうエビ でそれだとやっぱりもうすぐ冷凍するので鮮度が良くて、でさらにパプアってあんまりエビがたくさん取れるわけではないので、なんかあんまりいっぱい例えばバカバカ取れると、黒変防止剤とか薬を使っちゃったりするんですよ。でそれをやるとこう鮮度が悪くなっても鮮度が悪くなったのが分からなくなって、ははははエビってこう殻がこう黒くなってくるんです、鮮度が落ちると。でその鮮度を決める薬とかがあって、でそれを使うのはまあエビ業界じゃ当たり前なんですよ。別になんかいいとか悪いとかじゃなくて、うん、もう当たり前っていう感じで、で僕たちもなんか別にそれをどうこうとかっていうのはあんまないんですけど、でもやっぱりこう作業してて鮮度落ちるのがなんか見えないというか分かんなかったら多分気が抜けるんですよ。で作業する速度が遅くなってくるんです。でも薬のせいで表面には出てこないけど、実際はこうどんどん鮮度が落ちてきてる。だからそうならないためにはやっぱ薬を使わない。遅い作業をしたらこう悪いのが見える、うんうん、そうなると頑張ってやっぱり急いで作業するので、まあ、僕らとしてはどっちかというとそっちの面、あの人間のこう意識的な面できちんと早く作業をしてするためにはその薬を使わないっていうのがすごい重要だなと思ってて、まあ、そういうエビなんです。でそれをまあうちの大阪の工場で、またやっぱりうちの工場でも薬品とか添加物は一切使わないと思ってて、でその中で手作業で、ほとんど機械がないんで、もう後でちょっと見てもらいたいですけど、真空パックをする機械ぐらいなので、あとはもう全部手作業で工場で切ったり手で抜いたりしてるんで、まあそういうのがあってなんか本当に美味しいエビを扱ってる感じです。だから今日の動画を見ちゃった人は一遍騙されたと思って、はい、買ってみてください。そうです、ね、それから判断してください。そうですね、はい、もう騙されてよかった、騙されてないかでもそうですもんね、僕と武藤さんが知り合ったのはフリースケジュールとかする前で、もうエビの味一本ですってそのやってた時ですもんね。 その後、まあ、フリースケジュールが有名になって、その、縁がきっかけで、まあ、そのパプアのエビ買ってみようかなっていう人もいますけど、でもやっぱ買った人はもう一回感動するわけですよね、その味で。そうですね、昨日ねいいコメントがコメント欄に入ってたんです。はいはい、もう全然知らない人なんですけど、はい、奇跡のエビと呼びたい、はい、奇跡のエビです。もう素晴らしい言葉だなと思って、もうこのネーミングにしようかなと思ったくらい美味しい。まあ、今までの生涯食べたエビの中のランキングを上書きしたってことですね。そうそうですね。やっぱね、言われるのはまず臭くないとか、うんうんうん、食感が今までのものと全く違うとか、プリプリしてるってことですか。もうプリプリを超えてなんかもうブリブリしてるみたいな、プリプリでなんかプリプリって感じじゃないですか、うんうん、じゃなくてもうブリみたいなのがやっぱり天然のこの戦闘品の、やっぱねさっき言ったその凍らせ方とかをしっかりしてないと、いくら天然でもいくら薬使ってなくてもなんかベロベロの美味しくないものになっちゃうんですよ、うんうんうん、だから元がいいものをいかにそれを保持して皆さんの家に届けるかっていうのをもう常にどの段階でもそれを一番に重要に考えてるので美味しいんですよ。だからやっぱりね、正直多少高いと思います、うん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 、普通のなんかスーパーとかに出るエビに比べれば、うんうん、でもそれなりの理由があるし、うん、そうしないとやっぱり現地の漁をしてる人たちだって食べていけないし、うん、僕らだってねしっかり作ってるんだったらしっかり販売していかないと雇用もできないしっていうのがあるので、うん、まああのちゃんとバランスが取れてるのかなって自分たちでは思ってる。やっぱね
まあ、作ってやっぱ家族とかが喜んでくれるとか、その友達を呼ぶときに使ってみたらすごい美味しかったで、すごい喜ばれたとかっていう声がやっぱ結構多いので、そういうのは嬉しいですよね、うん、そういう意味ではなんか多分みんなそういうとこって最初値段にこだわらないと思うんですよ、うんうんうん、こうおもてなしみたいなのするときはで、ちょっと使ってみたら、うんうん、思いのほか美味しかったから、ちょっと普段使いのやっぱ、お客さんのときはなんかサイズが揃ってて大きいサイズの高いやつを例えば使って、でも家で食べるときはミックスサイズのちょっと安いやつにするとかって分ければいいから、まあ、そういうのは僕らでもおすすめできるものもあるし、不揃いなだけで味は一緒ですもんね、うん、じゃあその早速パプアニューギニア海産のエビ、はい、どんなラインナップがあるのか、はい、ご紹介していただきたいと思います。これいいですか、はい、今日はですね、これ開けた方がいい、このいやもうここに書いてる通り、はい、そうなんです、これでいきましょう、なるべく、ね、映り込んでもこれでいきましょう、開けたくないんで、はい、大丈夫です、まあ、上がこれエビフライですね、うん、サイズが分かれてて、ちょっと今スエル売り切れになってますけど、はい、あとエビコロフライってこれは大きいエビをこうバンバンぶつ切りにしていった、はい、ちょっとうちで今かなり人気が出てる商品です。で下が、まあ、この辺は殻付きですね、はい、殻付いたままさっき言ってたミックスで、はい、まあ、隣がむきエビの大きいサイズとか、まあ、この辺殻付きむきエビとかがいろいろあるんですけど、で下が粗釣り、これはもうエビしか使ってないですね、もうエビのみで作ってて、まああとちっちゃいエビとかサイズが大きいエビとか、まあいろんなのがある感じですね。で この白いのがバナナエビって言って、でこっちの黒いのがブラックタイガーですね、はいはい、天然のブラックタイガー、はい、ちょっとブラックタイガーの方がちょっと食感が強くて、なんか好きな人、食感というのが好きな人はブラックタイガーの方がいいかなと思います、うん、はい、大体こんな感じです。みんなやっぱりフリースケジュールで働きたいって言ってくれてある、うん、やっぱそうですね、まあさすがにあれですよね、エビの会社だから働きたいっていう人はなかなかいないですね。さすがに7年前みたいにブッチされるとかそういうのもないですね、今は、うん、あの頃普通にエビの無企業とかやったらブッチされる、まあまあ、他が決まったらもういいやみたいな、ね、いやみたいなね、へえ、今はもう本当にいろんな人が来てくれてるし、ちなみに摂津茨城以外からも来られてるんですか、やっぱ摂津茨城、そうなんですか、そのフリーで働くフリースケジュールがいいからって、うん、だから引っ越してくる人もいますよ、ね、あ、なるほど、でもそれやっぱりいろんな理由はありますよね、うんうんうん、他でなかなか働けない、うん、よくはね、交通障害、はい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 、いやでも本当に起きてしんどくても行かなあかんっていうのがプレッシャーな人もいますしね、その子供が熱出ても休めるとかじゃなくて自分自身の体調と付き合う時に行かんでもいいよっていう、ね、まあ結果的には行かへんことが自分の収入に返ってくるから、どっかで行ける日は頑張っていこうって話になりますけど、だからその絶対行かなきゃいけないっていうのが、うん、やっぱり大変ですよね、それがでかい、行かんかったら来月贅沢できひんなぐらいの、そうそうそう、じゃあ行くか、うん、本来どうでもいいから、どうでもいいっていうのはなんつうのかな、平均化していくものなのに、はい、平均化していかないような感覚で物事を捉えてるから、多分なんかコントロールしようとするんですよ、はいはい、けど、まあ、うちの場合だったら例えばその出勤する時間とか日にちに関してもやっぱうち、まあ、フリーで好きな日好きな日好きな時間で取れるっていうと、大体みんなが思うのはじゃあ
誰も来なかったらどうするのとかっていう話になるんだけど、でならないって、そのみんなそれぞれの生活があって会社に勤めてるのに全員来ないとか、なんでそんな起きもしないことを考える必要があるんだろうっていう、そもそもそこから考え直していくべきじゃないかなって僕は思っていて、まあ、実際今も、まあ、今は23人だから、23人だったらもしゼロなんて意識があったら地域もう多分ね5人以下とかもないし、10人も、半分ぐらいは来てるから、どんなに少なくても、なんとなくこうみんながこう必ずこうしなきゃいけないっていうのをわざわざ経営者が考えて、それを管理するのに時間も無駄なんですよ。公式ページと、通販サイトと、はい、であとは、通販じゃなくて実際に買えるお店ですね。茨城やったら大空、阪急茨城やったら大空があるし。そうですね。大阪市内だったら、キャロットさん。はいはい。あそこもなんか品揃えがすごく、うんうん。あの、まぁ、ちょっと販売で行ったりして、いいですよ。なんか、うわ、マニアックって、うわ、ここ攻めてくる、いいなっていう感じのするお店なんで。うちの店、あ、エビを置いてくれてるところとか、飲食店もそうですけど。はいはい。あ、飲食店は特にそうかな。なんか、エビだけこだわるとかあんまないんですよ。ああ、まあ、だから、うちのエビが扱ってくれてるところは、だいたい他のもいいものを扱ってて、美味しいっていうのは、基本的には言えると思う。うん、直販ショップ、たよここ。はい。まあ、めっちゃ狭いですけどね。こっちに来て、ありえないぐらい狭くなったんで。はい、ちょっとだけ紹介しましょうか。はい。何から、何うちの T シャツ、 T シャツ、はい、T シャツ、トレーナーとかパーカー、パーカーですね。で、バッグとか、今して貼るのはマスクですよね。あ、マスクも、はい、マスクも最近は。で、お気に入りのステッカーだったり CD だったり。 お兄さん知ってます？おすすめです。へえ。大阪の方って、あ、今違うわ、淡路くん、ぜひ調べてください。はい。で、僕の本、本、これは重要。はい。で、ちゃんと本出した時に1回目の読んだ人ですね。第1回目ですもんね。これね、うちのあのエビを使ってくれてる、あの沖縄の根本紀子さんの本で、こう、うちもね、ちょっと出してもらってみるんですよ。これ本とかっていいのかな。パッと紹介するんですか。パッとこう、はい、パプアエビとシイタケのカレー。ほんまや、パプアエビとシイタケ。うちのね、シイタケ。で、いろいろこう作り方も書いてるんで、おすすめなんです。ぜひ。これ、うちの通販でも売ってます。はい。同梱したらいいですよね、エビと、ね。あ、そうそうそう。はい、冷凍で送りますんで。でね、こっち、この辺がね、基本的には、うちの、桜さんってイタリアのオリーブオイルとかパスタ、自然農法のオリーブオイルなんですけど、あ、YouTube チャンネルある？ありますよ。はい、あれしてますよ。料理してますよ。めっちゃ面白いんで、ぜひ。はい。で、まあ、この辺がずっとそうで、これあとね、クラタペッパー。カンボジアの、クラタペッパー。これもすごいおすすめですね。これも、太閤さんの鰹節。一本釣りなんですよ。はい。のカツオをカツオ節にしてるので、なんかまあお値段やっぱりきちんとした値段です、ね。あ、太閤さんって、はい、あの、はい、おメーカーの名前、あ、メーカーの名前、橋場秀吉が太閤太閤、鹿児島の会社、ね、太閤さんは東京なんですけど、はい、鹿児島のその素材を使って、はい、枕崎なんです。そうですね。しかもこの人っていう日本釣りの人から買ってる。カツオ節を作ってる人もね。あと、これ石鹸持ってるんですけど、このシャボン玉石鹸っていう、このシャボン玉さん、九州 の無添加石鹸なんですけど、ここのをもう工場も全部うち洗うのこれ使ってるんで。あ、はい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 、はい。すべて、やっぱ海のものでこう、
生計立ててますから、あ、海を汚さない、海を汚さない、なるほど、はい、という意味で今でいう SDGs みたいなね。あ、そうですそうですよね、まあ、あとこっちはまあオーガニック系の基本的な、あ、でも、まあ、言い出すと切りないですね。醤油とか、あ、これ言ってきたよ、コーヒー、富田屋さんのコーヒーです。冷蔵庫にも入ってましたね。はい、これね、奈良県でやってるコーヒー屋さんなんですけどね、これめっちゃおすすめなんで、人がいいんですよ、まず。へぇー。焙煎してるこの方がすごい。ここに行った店もあるんですか？今はね、焙煎だけ。焙煎だけ。でも、通販、自分で通販もしてますので、はい、なんか定期便みたいので買ったりとかもできるんで、はい、うちじゃなくてもすごく。へぇー。おすすめばっかりで何とも言いません、ね、それはそうですよね、おすすめじゃないの、はい、売るスペースはないから、ここのが全部それぞれに意味があって、ほら、共同学者さんのトイレットペーパー知ってますよ、うん、ここもちょっとジャンって調べて、はい、いいですよ。 でざっとそんな感じで、いかがだったでしょうか。パプアニューギニア海産、いろいろ話出てきましたけどね、まず基本的にはエビが美味しい、いろんな働き方改革してるから買おうとかじゃなくて、まず1点は純粋にこのエビは美味しい、冷凍エビだということと、でさらにさらに、フリースケジュール、ほんまもんの働き方改革ですよね、これも本当にすごくて、日本はなんかいろいろね、働きにくいと言われている中で、このフリースケジュールがこれからの日本のね働き方の一つのモデルになったらええんちゃうかなと思います。だってね、日本非正規も 40% 超えとるとかいうのにね、なんか野党側の方が強いっていうのもおかしいじゃないですか。だから、障害者の方とか子育て世代とか、自身に病気を持ってはるとかはもちろんなんですけど、そうじゃない人も、やっぱり日々今日は働きたくないし、いや今週はちょっと調子ええから連続で働こうとか、そういうふうに、雇われる側が考えていく時代が来てもええんちゃうかなと思います。あとオーガニックショップタユココなんですけど、こう武藤さんが自分が好きなものをお客さんに紹介したいということで、この2階の一部を販売スペースにしています。今回動画に載せれなかったんですけどね、菜種油すごいおすすめやって言われて、これでうちのエビ揚げてもうたらね、もう抜群、もう油がちゃうだけで味も違うって言われて、それも買うて帰ったんですけどね、むっちゃ美味しかったです。他と食べ比べたわけじゃないけど、やっぱりそう武藤さんに言われたらそう思うし、まあ食べ比べてへんけどそう思ったらいいかなと思っています。で、パプアニューギニア海産の、エビなんですけど、もう本当にこのエビプリプリで美味しいんですが、やっぱりこのエビを食べることでこうやって働き方、フリースケジュールですね、実践してる会社の、売り上げに協力することで世の中変わっていくお手伝いをしてるんちゃうかなと思います。だから、美味しいエビを買うとこういう会社を応援してるっていうことになるので、働き方とかそういう、パプアニューギニア海産の、企業理念とかに賛同される方は、ぜひこのエビ、買っていただきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等よろしくお願いいたします。またパプアニューギニア海産興味がある方はサイトを覗いてみてください。それでは皆さん、また See you!